そのあ、これですか。入れ物がセリアではこれですね、やっぱり。しかもそれなかなか蓋が勝手に開かないからいいですよね。そうですね。っていうかこれあの動画で見て買ったやつですよ。これは何番ですか。9番ですか。これが9番。違います。8番よりちょっと大きいですね。いい感じに燃えるんやけど風が強いから。風で倒れる。危なかった。これは見たことありますよ。パカッと開くやつです。バッタボのやつです。スウィットっていうやつのバッタボです。300円ぐらいで売ってたやつ。あ、でも安いですね。安いですね。で、これで100均のあの保険料で、はいはいはい、いつもお湯沸かしてたりするんです。うどんを食べたんで、山賊焼きを作って、山賊おにぎりも食べれば、山賊コンプリートと。コンプリートですね。もう行ったつもりになって。これは正直あの山賊で食べる山賊焼きより大きい気がします。あ、そうですか。ちっちゃいんですよ最近の山賊焼き。あ、はい、YouTube とか YouTube で YouTube ですね。ちょっと横で見てて、あ、何しようかなYouTube かな、何してんだろうと思いますよね。いやでもいいですよね、デイキャンみたいな感じで。あ、そうですね。チャンネルの名前とかってのは、ここはハの力だ。この DIY のアームレットってこれ、かなりなんか、おすすめみたいな感じで流れてきてた。あ、マジですか。あ、びっくり、どっかで見せばいい。いや、びっくりしますね。あ、このトム最強のこのなんか、ヒレット、まずこれも流れてきてる。山賊焼き行ったことあります、最初。あ、行きます行きます。山賊焼きってこんなでっかくないですよ、なんかちっちゃくなった。もう、そうですね、一回りぐらい小さくなった。最初の僕が小学生の頃に比べたら、まあ、食べきれなかったぐらい。食べきれなかったですよね。今だとおにぎりももっとでかかった気がするんですよね。おにぎりもちっちゃくなったんですよ、ね、気がするんですよね。どれもなんかスケールダウン。いや、あれがあの小さい時に食べたから大人になって小さく感じるのか、それとも本当に小さくなってるのか。そうだっていう、やっぱ小さくなってるんですよね。多分ちっちゃいと思います。いつも思うんですけど、これに重りがついてたらいいんですけどね。あ、そうですね。なんか改造しますか。今度改造しましょう。こう、重いでこう、立てる足みたいな。風よけでも風が吹いちゃったら倒れるんですね。うわ、裏返していきましょう。うわ、こっちの方が美味しそう。いい感じで取れてます。炊けてます。あのメスティンで自動炊飯でやればもっと楽にいくような気がするんですけど。なんか今めっちゃ高いらしい。高いらしいですよね。高額転売されてたり。あ、そうなんですか。もうあの大体あれ1000円、2000円ぐらいじゃないぐらいだと思ったんですよね。7000円でなんかアマゾンで見たら、かっけーと思って。去年買っとこうと思った時に買っとけばよかった。いや、そうなんですよ。僕もなんかすぐ選んだろうと思ってた。昔こんなだったんですよね。こんなだったと思いますよ。今もしかしたら茶碗一杯ちょっとぐらいしかない。この間食ったこれぐらいだったような。ですよね。小さくなってたような気がしますよね。なんかおはぎみたいな大きさですよね。意外と高いですよね。高いです、高い。山賊焼きも多分700円ぐらいするんじゃないですか。ただ腹いっぱい食うには山賊焼きと山賊にぎりとなんか茶そばみたいな。茶そば、うどんとかあるじゃん。あれ食べてちょうどいいから。そう、だから昔はほんま鶏肉とおにぎり食べたらもう絶対他のもの食べれないぐらいの量だったんですよ、うん、そうですね、うん、こっちちょっとボロボロになっちゃいました。すごいですね。でも2回目で2回目は割とうまくいきましたね。
撮りながら作りながらだと忙しいです。そうなんですね、忙しいです。毎度のことだから忙しいです。なかなか女の子とかさ、こういったがらないですよね。あー、行こう行こうっていう人が僕の周りにあんまりいない。だいたい男と野郎二人でとか。僕らは逆にそのYouTube とか Twitter とかでそういう女の人とかが多いから。あ、そうなんですか。そんな感じしないですか。多分やってみると面白いって分かると思うんですけど、ね、やるまでのハードルがあるんですよ。そうなんですよね。なんかすごいお皿が。じゃあこれで焼けました。山賊焼き、山賊焼きが焼けました。それとあとはこのね、めっちゃでかい山賊結び焼けてますよ。これはだいぶもう1時間ぐらい焼いたんじゃないですか。以上焼いてますね。ちょっとじゃあいただいていいですか。はい、じゃあいただきます。いただきます。火が通ってます、ちゃんと、うん、あ、味うまい。なんか皮の方もすげえいい感じにパリパリになってますね。そうね、パリパリに焼けて、うん、まあ、岩国の名物ということで。はい、じゃあ続いて山賊結びをいただきます。ちょっとこっちは形がだいぶ崩れてしまったんで。じゃあいただきます。いただきます。大きさが山賊結びって特徴なんですよね、うん。美味しい、普通に美味しい。これはもう本当贅沢ですね。そうですね、うん、なんかこう外で食べるというのが、うん、完食です。完食しました。結構食べましたね。食べましたね、お腹いっぱいに。じゃあまあ今回ですね、ご飯をいただきましてありがとうございました。じゃあありがとうございました。なかなか野外飯っていうのもね、できる機会がないんで、こうやって一緒にできるそうですねっていうのは嬉しいです。もう一人でやってるんで、一緒にできて本当に嬉しい。そうですね、いつも大体寂しい感じでやりますので、僕も一人でやるんでよくわかります。ということで今回は二人で、岩国の名物である山賊の料理を再現してみました。はい、全部にゃー大佐さんが作ってくれました。じゃあそういうことで、それではまた。またありがとうございます。